フアニート・オヤルサバルフアニート・オヤルサバルは、スペインの登山家。バスク地方のアラバ県、ビトリア出身。登山に関する著書を4冊表している。1985年から1999年にかけて、世界で6人目の8000メートル本、全14座登頂を成し遂げた。また8000メートル以上の登山数21回の世界記録を持っている。 彼のヒマラヤ山脈での成功はよく知られているが、その前の経歴についてはあまりよく知られていない。しかし、彼はスペインの主な山すべてを最も難しいルートから制覇しているし、意外なルートをいくつも発見している。また彼はアルプス山脈の登山にも熟知しているし、北アメリカ、南アメリカ、アフリカなどの山にも多く登っている。 23年間の間に35もの遠征をしている。1985年、長流2002年、2003年9月、2003年10月にも1987年、ガッシャーブルムツーボン2003年にも1992年、ナンガ・パルバット1993年、エベレスト2001年にも1994年、 K22004 年にも1995年、マカルー1995年、ローツェ1995年、ブロードピーク1996年、カンチェンジュンガ1997年、マナスル1997年、ガッシャー・アブルム・アイボン2003年にも1998年、ダウラギリ1998年、シシャパンマ1999年、アンナプルナ。ありがとうございます。